オーディコメット打って、それを飛んだ場合、ちょっと面白い行動が起きるんですよね。はあ。あともう一つ脱法教えます。これは多分修正されます。いや、なんでなんでしょうね。ガチ脱法じゃん。はい、お疲れ様です。なんすか、なんかまた新しいの作っちゃったんすか。作っちゃったっていうか、もともとあったのをなんで気づかなかったんじゃなって話ですね。その端の SA1 からのやつ、どれですか。いや、普通にさっき散々新さんに聞いてたやつですよ。じゃあちょっとそれもいきますか。じゃあちょっと自分画面走って教えますんで。まあまあ、普通に、まあ、ルートとしては、ここから、これありますよこれ、ね。はい。ああ、間違った。確かに。2つあって、すぐドリルキックです。すぐドリルキック。これです。へえ。これが、要は、いいですか？これと同じ状況なんです。なるほど。これ繋がるんですね。なんで、そう、ちゃんとやると、出なかった。これちょっと硬直難しい。ちょっと練習してたんですよね。最速じゃないと。こう、最速じゃないとダメなんです。何でもできそう。で、もう一つが、はい。最速で、それで、シュレミ消費した合掌キック。こっちは簡単で、プラス2なんですよ、これ。プラ 2？ プラ2、カードで。ああ。で、当ててプラ5なんで、一応、見てから、高見ポパンからだいぶ繋がります。へえ。で、こっちは市民もできるっていう。ガードさせた後。そう。要は、下投げと同じ状況。まあ、1フレ、こっちと同じ状況だと思ってくれれば。これ。まあ、1フレ短いから、ちょっと難しいですけど。本当だ、むずいこれ。そう。なんで、シャオコパー合掌キックの方がまだ簡単かも。まずミスらないし。これで当たってたら、当たってたら、こう。5フレなんで、シャーコーパーダイブラストがつながっなるほて、ど。インガキックで締められる。なるほど。あ、弱で打っちゃった。だけど大丈夫です。つながってる。本当だ。で、そっちのルートは、ゲージ挟まなくてもいいんで、シャーコーパーからそのままダイブラストできるんOK でで、す。下投げの後は基本合掌止めの方がいいです。ノーゲージで確認できるからお得っすね。で、もしシミがしたい場合、インガキックからシミしたいんだったら、ジャクスラから後ろ歩きすれば、シミは可能です。あれっすね。これだこれっすけね。で簡単なんで。確かに、ここら辺も入れていきたいな。で、後期に関しては、開幕ぐらいの飛びは全部ランスでいいんですけど、開幕より近づいちゃったら、ランスやめた方がいいです。なるほど。要は、このぐらいの距離は全部、ランス全落ちなんで、何しようが。で、もし、結構画面端この辺だと、残空打ってくんですよ。動き側。だから、それ読み切ったら、これでいいです。うわー、なるほど。で、基本的に、立ち回り様子見とズーム。あと、これですね。これと、近づいてきたら、こっちでもいいです。オッこれケー。発生、どっちも12なんで、ズームっていう行動を見てからのジャスパは無理なんですよ。他の人たちにみんなに聞いたんですけど、だいたい動いた確認でジャスパするんで、みんな。なだるほど。から、ただ読まれただけなんで、そういう時は普通にうろうろして、近づいてきてたまに打つくらいです。その間は全部、ラッシュか飛び上ずっと見た方がいいです。了解っす。で、もし、でも攻めたいじゃないですか。攻めたいっすね。このゲームやっぱ攻めた方、街は強いんですけど、攻めるときは攻めた方が絶対強いんですけど、そのタイミングは、だいたい対空が成功したとき。なるほど。なんかしら、これ、球打つじゃないですか。そうすると、自分のターンが生まれます、こうやって。ああ、それやってる。鳥飯さん。で、なるほど。最終的にこれ、ガを刺したら、バックスネハンで、距離離して、さよならする。なるほど。で、またいつも通りに、なる立ち合いにほど。戻る。でも、上手い人になってくると、まあ、飛んでこないじゃないですか。でも、地上の、普通のテープコメントとかと、これ普通に、前飛びで対処可能なんですよ。なんで、そういう時は、この辺で、オーディコメット打って、それを飛んだ場合、ちょっと面白い
歩道が起きるんですよね。オッケーです。あ、ちょっと俺がオーディオポイント打つんで、まあ普通のタイミングで飛んでもらって、避けてもらっていいですか。はぁへぇー、これジャンプ強キックが800減ってるから、これ実質5000減ってるんですよね。これでもむずくないですか。いや、むずいですけど、これ飛んだ場合のみなんで。なるほどなるほど。じゃ飛ばなかったら、飛ばなかったらどうするかってガードするじゃないですか。確かに。その隙にファイヤー打ってるんですよ。はいはいはい。で、そのファイヤーを次ラッシュで追いかけてもいいし、ね、追っかけるんだ。そう、これで、ね、動き止まったって、よっしゃーって。なるほど。であともう一つ脱法を教えます。脱法、はい。これは多分修正されますだけど、はい、だけどダルシム何も変わってないから俺は使うことにします。これも怒りの怒りの、はい、早く直せよって意味で、自分今からフロートイン、はい、フロートにハンパンチインパクトするんで全部ガードしてください。オッケーです。なんで、いや、なんでなんでしょうね。いやー、わかんない。え、なんでこれ、え、これなんでなんですかね。いきますよ。ガチ、え、ちょっと待って、ガチ脱法じゃん。え、あーあおもろ。あ、これ一応補正2段階入ってるんでそこまで減らないですけど、まあ SA2 あるんだったらめちゃめちゃ減ります。確かに狙えるしな、これちょっと。ただこの辺でやっちゃうと、うん、あのこれ繋がんない。あー、なるほど。しバレやすいです。ちょっとで画面端がちょっとチラリと見えてる時が一番、この辺でインパクト回避する人あんまりないんで、だみんな結構よく壁バンスっていうね。じゃあ相手のゲージが2ゲージになった時に、いや、厳密には 2.4 本です。2.4本。ええ、あのこれで 0.5、 あのこれで 0.5、 これで 0.5 で最後のインパクトで1本なんで、やばこれ。これ狙いそうっすね。でも覚えとき狙った方が絶対いいですよ。ただこれ多分すぐ修正されると思うんで、まあちょっとね、今のうちに甘いシール吸った方がいいんじゃないですか。いや、でもこれでされなかったらもう、いや、でもこれ実際みんな見てる前でやったらちょっと非難される可能性があるから、ちょっとね使用するところはね。いや、でもいいんじゃないですか。別みんな気にならないでしょ。ダルシムが、あ、なんだダルシムできるんだって言って、え、なにこれ、ええって。そう、みんなダルシム批判するけど素人はしないから大丈夫。いや、でもむずそうだな普通に狙うの。あ、なんでちょっと距離調整とどの辺が端付近かなっていうのを覚えておくのと、相手のドライブゲージが、あとこんぐらいだな、あ、いけそうだわって。なるほど。本当にやっぱダルシムのコーチングはすごいニッチなものになるな。ツイッターで、そう、ザンギ使ってた人がね、あげてたんですよ。へぇ、あれあるんだけどって。じゃあ俺も利用するわってあ、ザンギもできるんだ。いや、あ、前期はできます、これ。あ、そうなんだ。そう、前期はできるんですけど、ガチのバグじゃん。そうただ、あ、補正2段階かかってるからそんな減らないんですよ。はいはいはい、減らないんですけど、ダルシムは SA2 最大ためがあるから、それなりに減るっていう、こんな感じですかね。了解す。今のところはちょっと意識して、まあ、また明日も行くと思うんで。はい、 OK です。じゃあ今度はまた明日。はい、また明日。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。